ポルトガル語で、イスラムは平和と書かれた、ブラジルの落書き平和の宗教とは、イスラム教を説明するため政治的に作り出された造語である。アメリカ同時多発テロ事件以降、イスラーム過激派とイスラム教、非暴力的なムスリムとを区別しようと試み、一部の政治家は、イスラム教を平和の宗教と表現するようになった。その後、反イスラーム主義者もこの言葉を採用し、 イスラム教を批判的するための同義語として、平和の宗教という言葉を皮肉的に用いている。アラビア語のイスラームは、投稿する、身を任せるを意味するアスロマの派生形である。アラビア語のサラームは、イスラーム、ムスリムと同じ三神語根を持つ。このため、イスラームという語も、平和の意味を持つという誤解が広く行われることとなった。イスラム教における平和主義といえば、 主にアフマディーやアレビー派、ムーリット派各派が連想されるが、主流のイスラム法では、暴力の使用に関して詳細な規制が明文化されており、それには、家庭内暴力の使用、体系や死刑の執行、そして戦争を行う方法やタイミングについての規定も含まれる。反イスラム主義者の中には、アメリカ同時多発テロ事件の隠された原因及び、同期は、 イスラムの教義と信条であったとし、イスラム教は本質的に暴力的だと主張する論者がいる。しかしながら、多くの著名なムスリムは、一般市民へのテロは、イスラム教義の誤解が動機であると主張する。マレーシア元首相、マハティール・ビン・モハマドはこう述べる。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領はこの校舎の考え方を採用し、イスラムとは平和だと述べた。 この発言は一部の筋の批判を呼び、2002年に行われた福音派プロテスタント指導者に対する世論調査では、イスラムは平和と同義とするブッシュの意見に賛成したのはたった1割だった。暴力の拒絶を強調することに努めるムスリムも、イスラム教の説明として、平和の宗教という言葉を使用している。例えば、パリモスクのムフティダリル・ブバクーは、預言者は、 テロの宗教ではなく、平和の宗教を打ち立てられたのだ。と発言した。ロンドン同時爆破事件後、欧米在住の一部のムスリムは、イスラム教は平和的な宗教だと表現することに、さらなる心血を注いだ。イスラム教徒のデモ参加者、ビヘッドオールゾーズ風インするとザ・プロフェット・アワー、デッド・アレ・イン・パラダイス、ユア・デッド・アレ・イン・ヘル、イスラム教が、 平和の宗教と表現されることについては大規模な論争が発生した。神経科学者で新無神論者の作家サムハリスは力説する。これら多くの挑発に直面するムスリム社会の立場はこのようなものに見える。イスラム教は平和の宗教だ。違うと言うなら殺す。シャーマン・ジャクソンは欧米の政治家がイスラム教を平和の宗教だと発言するのは ポリティカルコレクトネスを意図しているのだろうとした上で、こう断言する。この用語は、サイドクトゥブ等イスラム主義者や、ハサンブット等元イスラム主義者からも批判されている。つまり、京都がテロ行為を公然と断劾しなければ、それは平和の宗教ではありえないというのである。平和の宗教という言葉は、アンコールター等反イスラーム主義者も皮肉的に用いている。これは、 イスラムテロ攻撃の件数を数えるサイト thereligionofpeace.com など、反イスラムのウェブサイトやブログでも見られる。ローマ教皇ベネディクト16世は、イスラム教が平和の宗教であることには、同意しなかったが、こう述べた。アイスヘルのアブバクルバグダィの、イスラムは平和の宗教であったことは一度もないという。 主張が2015年5月14日にネットに公開された。ありがとうございます。